皆様、こんにちは。本日はお忙しい中、オンラインセミナーをご視聴いただき、誠にありがとうございます。私は三菱 UFJ 国際投信の水上と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。本日のセミナーテーマは、定期預金だけじゃ足りない、今から始めて差をつける n i と資産形成です。このところ、日常生活で物の値段が上がっていたり、 社会保障関係費の負担が増加していたりと、私たちのお金を取り巻く環境が大きく変化しています。こうした環境下、将来のためのお金の準備、持ち方について考える方が非常に増えています。本日のセミナーでお伝えしたい点は大きく3つです。1点目は、私たちのお金を取り巻く環境の変化と、それに対応できるようなお金の持ち方についてです。 2点目は NISA 制度の活用についてです。3点目は具体的に NISA 制度を活用するときに投資信託を選ぶ際のポイントについてお伝えができればと思います。ぜひ最後までご視聴ください。それではまずこちらのスライドからご覧ください。私たちの生涯には様々なライフイベントがありお金が必要となりますが中でも特にお金がかかるのが住宅購入資金。 教育資金、退職後の生活資金です。これらにかかるお金は人生三大資金と言われています。例えば、マンション購入にかかるお金は平均約四千五百万円。子供一人を幼稚園から大学まで、すべて私立に通わせた場合。その教育には平均約二千四百万円ものお金がかかると言われています。 また、人生100年時代と言われる現在、退職後の夫婦2人の生活費は約1億円が必要というデータもあります。もちろん、ライフスタイルは人それぞれですので、マイホームを構える地域や国公立、私立どちらに進学するかなどによって必要な金額は前後しますが、いずれをとってみても、思った以上に 大きな資金が必要とお感じになられたのではないでしょうか。皆様はこの他にも起業をしたい、趣味を充実させたいといった様々な夢や目標がありますよね。また、病気や介護など万一の場合に備えてお金を準備しておくことは大切ですよね。ここで少し冒頭でもお伝えしたように、 私たちを取り巻く環境の変化について確認しておきたいと思います。まず最初のキーワードは、低金利です。こちらのグラフでは、1970年から2023年3月末までの日経平均株価の推移を黄色の線で、定期預金金利の推移をグレーの線でお示ししています。まずは黄色い折れ線。 日経平均株価の推移をご覧ください。真ん中より少し左の1990年手前、バブルの時には株価は史上最高値38,915円をつけましたが、バブル崩壊後は低調となり、2023年3月末は28,041円でした。続いてグレーの折れ線の定期預金金利の推移を見てみましょう。 バブル経済当時の1980年には7%を超えており非常に高い金利水準でした。定期預金にお金を寝かせておくだけでお金が増えた時代です。ただ、その後はバブル崩壊とともに金利の低下が進み、1990年代後半から現在に至るまで1%未満の低金利が継続しており、ただ預けておくだけでは なかなかお金が増えない状況です。預金は増やすためというよりも安全に置いておくためと用途が変わってきています。皆様は72の法則というものをご存知でしょうか左側に式がありますが、これに当てはめて計算すると、資産を2倍に増やすために必要な運用年数が計算できる便利な算式です。 例えば、右のグラフ。一番下の青色の吹き出しのところをご覧ください。1980年12月末には、定期預金金利が年7%あった時期がありました。72の法則に当てはめて72割る7、72÷7% とすると、10.3年で資産が倍になる計算になります。この時代は、定期預金に預けておけば、 約10年で資産が倍に増えたため、お子様の教育資金などを定期預金だけで準備することも可能でした。では、一番上の2023年3月末の年0.019%の金利だとどうでしょうかこの金利では3789.5年かけないとお金を倍にすることはできません。 今の日本の預金金利ではお金を増やすことがとても難しそうですね。今後日本の金利は上昇していく見込みはあるのでしょうか金利が上昇するには景気や国の政策などが関係します。現状では残念ながら日本は低金利政策が継続する見込みです。自分自身で預金以外の選択肢を加え、 お金の育て方を考える必要がありそうです。また、日本は少子高齢化という問題も抱えています。こちらのグラフは、日本の年齢別の人口と高齢化率、すなわち65歳以上が人口に占める割合の推移を表したものです。濃いグレーで示された15歳から64歳の人口が減る一方、 ピンクで示された65歳以上の人口はおおよそ横ばいで推移しています。その結果、赤い折れ線の高齢化率が年々上昇しています。右側をご覧ください。こちらは65歳以上の年金世代を15歳から64歳の現役世代で支える割合を示しています。2000年は現役世代3.9人で、 年金世代1人を支えていましたが2021年では2.1人で1人2060年には少子高齢化がさらに進み1.4人で1人を支えることになりそうです同時に社会保障関係費も大幅に増加する見込みです医療費や介護費などの社会保障制度の給付と負担のバランスが崩れてしまっているという問題や労働力が不足することによって 日本の経済成長が鈍化、国際競争力の低下も懸念されるなど、様々な課題が見えてきています。年金世代も現役世代に頼るだけではなく、自らお金を準備しておくことを考える必要がありそうです。こちらは日本の実質 GDP 成長率の推移を1960年から見たものです。日本は戦後の復興と、 高度経済成長期を経て大きな成長を遂げ、1960年代終わりには世界第2位の経済大国となりましたが、その後は人口の減少、すなわち労働力の不足とともに経済成長率が徐々に低下傾向にあります。そして最後にインフレです。ここで改めて預金は本当に安心なのか、メリット、デメリットについて確認してみましょう。 デメリットは低金利のため増やすことは難しいけれども願望割れの心配がありません。一方でデメリットはインフレ、いわゆる物価上昇に弱い点が挙げられます。どういうことかというと、こちらのコーヒーの例のように、今まで500円で買えていたコーヒーが値上がりしてしまうと500円では買えなくなってしまいます。 700円払わないと買えなくなってしまった。全く同じものを買うのに負担する金額が増えている。つまりお金の実質的な価値が目減りしている状態を指します。日常生活で物の値段が上昇していると感じられている方も多くいらっしゃると思います。このような状況下では預金に置いておくリスクもあるのではないでしょうか。 ここまで日本を取り巻く環境の変化についてご紹介してきました。低金利で預金ではお金を増やすことが難しい。少子高齢化で社会保障関係費等の負担が増えることが見込まれる日本の状況を踏まえると、ご自身のお金の持ち方を工夫してみる必要がありそうですよね。ここからはお金の育て方について見ていきましょう。 ではまずお金の持ち方として、貯蓄と投資の違いについて見ていきます。貯蓄とはお金を貯めること。銀行であれば普通預金や定期預金に預けるのが一般的です。大きく増やすことは期待できませんが、元本を確保しながら安全、確実に資産形成をすることができます。一方投資は利益を見込んでお金を出すことで、 代表的な投資商品としては、株式や債券、投資信託などがあります。元本は保証されませんが、貯蓄より資産を増やすことが期待されます。預金で貯蓄されている方は多いと思いますが、この投資を資産形成に取り入れることで、お金を貯めるだけではなく、上手に育てることをお考えいただきたいと思います。まずは、ご自身のお金を、 使う、貯める、増やすの3つに色分けしていただくと整理がしやすいかもしれません。青色のようにすぐに使う可能性があるお金。例えば、生活費や医療費などは流動性重視となるので、いつでも引き出し可能な普通預金等に置いておく資金になります。次にオレンジ色。近い将来使う予定が決まっているお金。例えば、 リフォーム資金や車購入資金など、減らしたくないお金については、元本の安全性が期待できる定期預金等に置いておく資金になります。最後は赤色。こちらは先ほどの使う、貯める以外のお金で、当面使う予定の決まっていない部分になります。こちらのお金が株式や投資信託などの運用商品を活用することで、 収益性を重視できる資金となります。次に皆様が置かれたライフステージごとにこのお金の色分けとお金の持ち方の考え方の一例をご紹介してまいります。こちらでは皆様が置かれた世代別に異なるお金の持ち方の考え方をご紹介してまいります。まず現役世代の方であれば仕事で定期的な収入があり、 退職までに時間もあることから、時間を味方につけ、ある程度リスクを取り、収益性を重視した運用を目指すことができそうです。退職前後世代の方は、今後のセカンドライフに向けて、収益性だけではなく、安全性も考慮して、バランスよく、中長期的に増やしていけるような運用を目指すと良さそうです。ご退職後の年金受給世代の方は、 今まで貯めてきた資産の取り崩しも考慮し、比較的安全性や流動性を重視した運用といった考え方になります。このような世代別のお金の持ち方もぜひ参考になさってください。こちらは日本証券業協会2022年個人投資家の証券投資に関する意識調査で有価証券への投資について検討したり、興味関心を持ったきっかけの 調査結果上位5項目です。税制優遇制度、NISA、積立 NISA や確定拠出年金制度を知ったことがきっかけで、投資を検討したり、興味関心を持った方が多いようです。皆様も NISA について、新聞やニュースで一度は目にされたことがあるのではないでしょうか。NISA 制度は国を挙げて推し進めている制度になります。この背景として、 岸田政権が掲げる資産所得倍増プランがあります。資産所得倍増プランは赤い2つの円でお示ししているニーサの総口座数、ニーサの買い付け額をそれぞれ5年間で倍増させることを目標に掲げています。2つの目標を達成することで安定的な資産形成を促し、長期的には資産運用収入そのものの倍増も見据え、 実現させていいくことが狙いです資産所得倍増プランで NISA の総口座数、NISA の買い付け額についての目標が掲げられていた NISA 制度について見ていきましょう NISA 制度とは株式や投資信託などの投資から得られる運用益が非課税となる制度です本来 株式や投資信託などの投資で得られた運用益に対し約20%課税されます。仮に運用益が10万円出た場合、通常であれば左の図のように約2万円が税金として徴収され、受け取れる利益は約8万円となります。一方、認査制度をご活用いただきますと、右の図のように運用益は非課税となり、 運用益の10万円をそのまま受け取ることができます。約20%が課税されずに運用益を受け取れるなんてお得な制度ですよね。ただ、株式や投資信託等への投資は投資元本が保証されておらず、投資元本を割り込むことがある点には注意が必要です。さて、このニー s 制度。2024年から抜本的に拡充。 無期限化が図られた制度へ変わります。そして、三菱 UFJ 国際投資が全国の男女、20代から70代のうち、投資興味層向けに行ったアンケート調査では、回答者のうち7割以上の方が新しい NISA 制度を利用したいと回答し、関心の高さが伺えます。令和5年度の税制改正大綱で2024年以降の 認 i 制度の変更の方針が決まり、法案が3月末国会で可決となりました。主な制度変更内容について見ていきましょう。今回の制度変更を受けて、2024年1月以降、既存の認 i が一本化され、そのうち一般認 i を受け継ぐ成長投資枠、積立 n i s を受け継ぐ積立投資枠に分かれます。 投資可能期間はそれぞれ無期限となり、NISA の年間の非課税投資枠が成長投資枠で上限240万円と倍増、積立投資枠の年間の非課税投資枠が上限120万円と3倍になっています。また、非課税保有限度額が設定されました。非課税保有限度額は成長投資枠と積立投資枠を合わせて1800万円までですが、 そのうち成長投資枠は1200万円までです。三菱 UFJ 国際投資が投資興味層向けに行ったアンケート調査において、新しいニーサを利用する際の買い付け方法として、イメージに近いものを選んでいただきました。その結果、積み立て投資と一括投資が最も多い結果となりました。ご覧の通り、 世代によって考え方の違いも見られました。もう少し詳しく見ていきましょう。20代から50代の層の過半数が、積立投資のみと、積立投資と一括投資を想定しているのに対し、60代、70代では、一括投資のみ、積立投資と一括投資が多く見られました。 比較的若い世代は長期目線で小額からコツコツと積み立て投資を。まとまった投資資金を持つベテラン世代は一括投資を行う傾向にあるという結果になりました。投資資金や投資機関に応じて自分に合った投資スタイルを見つけましょう。次に三菱 UFJ 国際投資が投資興味層向けに行ったアンケートにおいて 実際に新しいニーサを活用される目的についての結果を見ていきましょう。78%の方が老後資金の準備と回答されました。老後2000万円問題が話題に上がった頃から、老後資金に対する不安が高まった結果かもしれません。老後不足すると言われている2000万円を準備する場合、どのようなイメージになるのか見てみましょう。 こちらでは年代別の生活スタイルやライフイベントの一例をお示ししております。30代から40代は自分の生活スタイルが固まりつつあり、未婚か既婚か、お子さんの有無等によって資産計画が異なります。例えば人生三大資金のうちの二つ、教育資金や住宅資金が必要になる可能性が高い世代ですよね。 これらの資金の区面とともに将来への備えも考えたい年代ですね。こちらは運用利回りが年率3%の条件のもと、65歳で2000万円を目指す場合のシミュレーションです。例えば30歳から積み立て投資を始めると、月額約2.7万円の投資で目標に到達するという結果になりました。 しかし、50歳から積み立て投資を始めると、月額約8.8万円が必要になります。若いうちからコツコツ積み立てることで、少ない金額でも目標金額に到達することが可能になります。少しずつでも、早く長くを意識することが大切です。積み立て金額は途中で変更することができるので、 まずは無理のない範囲でスタートし、お金に余裕ができたら積み立て金額を増やしていくこともできます。50代以上は退職後のセカンドライフについて真剣に考える時期、趣味なども目いっぱい楽しみながらも生活費や介護費用等将来のための備えも考えたいですね。こちらは 元金2000万円を65歳から毎月15万円ずつ取り崩した場合のシミュレーションです。全く運用せずにいると約76歳で底をつくことになります。しかし、年率3%で運用した場合は約78歳まで。年率5%で運用した場合は約80歳までお金の寿命を伸ばすことができます。 お金の寿命を伸ばすという点でも NISA はご活用いただける制度です。現行の NISA 及び積立 NISA については2023年末で買い付けを終了することとなりますが、非課税口座内で投資した商品については新 NISA 制度における非課税投資残高の外枠で現行制度における非課税措置が適用されます。そのため、 今から現行 n ーサを利用した方が、非課税投資枠の活用という観点でお得です。例えば、図の下段、積立 n ーサを利用した場合で、2018年から2023年まで6年間、毎年40万円ずつ合計240万円投資したとすると、その後、2024年から2028年まで5年間、新しい n ーサの成長投資枠と、 積立投資枠で年間の投資上限額の360万円ずつ合計で1800万円まで、すなわち非課税保有限度額まで投資した場合、非課税投資残高の枠は一時的に新旧ニー s 制度を合わせて2040万円にもなります。2023年までのニー s の活用方法について見てみましょう。 非課税投資枠を多く活用したい。一括投資、積立投資、どちらもやっていきたいという方であれば、上段の n 査がおすすめです。一括投資よりもまずは少額でコツコツ投資に慣れていきたい。低コストのラインアップから投資商品を選びたいという方であれば、積立 n 査がおすすめです。現行制度は2023年末まで購入ができ、 新ニーサ制度の非課税保有限度額1800万円の外枠で継続されるため、ぜひ今年からニーサをご活用いただきたいと思います。また、新しいニーサへの移行手続きは不要です。2023年末までにニーサ口講座を開設したお客様は、2024年1月の新制度開始時に自動で成長投資枠、 積み立て投資枠が設定されますので、すぐに始めることができます。皆様が実際に運用商品を購入される場合、二通りの方法があります。一度のタイミングで購入する一括投資と、定期的に一定金額で購入する積み立て投資という二つの方法です。それぞれの方法のメリット、デメリットをご説明します。 一括投資は一度に投資をするので、投資するタイミングによって短期間で大きなリターンを狙える可能性が高いという点はメリットになります。逆に、価格下落時に相対的に大きな損失が発生する可能性がある点はデメリットになります。投資タイミングで運用成果が左右されやすいので、投資を行う際はタイミングを見極めることも大切です。 こうした点を踏まえると大きなリターンを狙いたい方、ある程度の価格のブレなら許容できる方におすすめな方法です。一方、積み立て投資は月に一度など定期的なタイミングで一定額を投資し続ける購入方法で投資タイミングを分散することができます。そのため運用成果が投資タイミングに左右されにくい点。 また価格下落時の損失が相対的に小さい傾向にある点がメリットになります。逆にデメリットは短期間で大きなリターンを出すのは難しく、また価格上昇時のリターンも一括投資と比較すると小さい傾向にある点が挙げられます。こうした点を踏まえると長い時間をかけてリスクを抑えて運用を行いたい方や、 一度に多額の資金を用意することが難しい方へおすすめの方法です。皆様はどちらの方法に興味をお持ちになりましたか皆様は資産運用と聞いてどんなイメージがありますかこちらは金融庁が行ったリスク性金融商品販売にかかる顧客意識調査結果から投資未経験者の回答を抽出した結果です。 まだ投資を始めていない方は資産運用に対して専門的な知識が必要リスクが非常に高いといったイメージを持っていることが分かりました。また多額の資金が必要といったイメージを持っている方が少なくないようです。そこで小額から投資ができ分散投資でリスクを低減できる投資信託をご紹介いたします。 投資信託は投資家から集めたお金を一つの大きな資金としてまとめ、運輸の専門家が株式や債券などに投資をし、そこで得た成果や利益を投資家に分配する商品です。投資信託の主な特徴を3つご紹介します。1つ目の特徴は、少額から購入することができる点です。少額から可能ですので、 まとまった資金がなくても気軽に始められるのが魅力です。二つ目の特徴は分散投資でリスクを低減できる点です。様々な銘柄に分散して投資するので特定の銘柄が値下がりしても資産全体が大きく値下がりするのを抑えることができます。できるだけハラハラドキドキしたくないお考えの方には分散投資ができることは 魅力の一つです。最後三つ目の特徴は、専門家によって運用されるという点です。投資信託はいろいろな商品がありますが、各商品の運用方針に沿って、投資する資産や銘柄の選別、売買のタイミングなど、ファンドマネージャーと呼ばれる専門家が判断し運用します。 特に普段お仕事などでお忙しくされている皆様は日常的に最新の投資環境をチェックし続けることが難しいという方も多いと思いますそうした皆様には専門家に運用を任せられるという点は投資信託ならではの魅力の一つかと思います下の部分にもございます通り投資信託は預金とは異なります元本が保証されていない点や 各種手数料がかかる点には注意が必要です。ファンドを選ぶポイントは3つあります。1つ目は投資対象を選択すること。2つ目は目標とするリスク・リターンを選ぶこと。3つ目はコストを考慮して選ぶことです。順に詳しく見ていきましょう。まずポイント1つ目、投資対象です。 投資信託と言いましても様々な投資対象があります。伝統的なものとしてこちらの上段、中段、下段にお示ししている債券、株式、リートがあります。リートとは不動産投資信託というものでこちらも合わせて主な資産と言われています。この3種類の資産にはそれぞれ左右の区分け通り、 国内ものと海外ものがありますので合計6つの資産が主要資産です。一般的に投資信託はこれらを投資対象として運用していきます。他にはこの図の真ん中にありますバランス型といって今ご紹介した資産を合わせ持ち分散投資をするタイプがあります。これらのカテゴリーに応じて様々な会社のファンドが存在していて 2023年3月末時点で国内公募投資信託のファンド本数は5899本でした。本当に多くのファンドが存在します。その中で例えば考え方として値動きはあっても企業の成長性に期待したい場合は株式。比較的緩やかな値動きを期待したい場合は債券。また定期的な賃料収入や 不動産の値上がりを期待したい場合は、リートといった資産が候補となります。また、馴染みのある日本へ投資を行いたいということであれば、国内債券、国内株式、国内リートが候補として挙げられますし、世界の成長と円安時の為替差益を享受したいということであれば、海外債券、海外株式、海外リートという選択があります。そして、 様々な資産に投資を行い、比較的安定的に資産を増やしたいということであれば、バランス型がおすすめです。ご興味のある投資対象はございましたかもう少しイメージを膨らませていただくために、次のポイントに移りたいと思います。ファンドを選ぶポイント二つ目は、リスクリターンです。リターンとは収益を。 リスクとは価格のブレを表しています。こちらは各資産のリターンとリスクを示したグラフになっています。数字がたくさん入っていて少々難しく見えるグラフになりますので、分かりやすく解説していきたいと思います。先ほど主な資産として債券、株式、リートがありますとご説明しました。この3つの資産について、 グラフ下段にあります通り、国内、先進国、さらには6つの資産に分散して投資するバランスと呼ばれるカテゴリーの2007年から2022年までのリスクリターンを示しています。それでは例として、黄色、左から3番目の国内株式をベースに見ていきましょう。黄色の棒グラフの真ん中あたりに、 5.0%と書かれていますが、これはこの期間における年間リターンの平均です。つまり、この16年間、いろいろなことがあったけれども、鳴らしてみれば年間5.0%ほどの収益を生むことができましたね、ということです。そして棒グラフの上に54.4%と書かれているのは、この期間で一番利益が出た年のリターン。 棒グラフの下にマイナス40.6%と書かれているのは、この期間で一番マイナスになった年のリターンです。今ご紹介しました3つの数値、平均値、最大値、最小値を見ますと、やはりリターンが比較的高い資産は、いい時、悪い時のブレ幅が大きいことがご確認いただけるかと思います。また、この中で一番リスクの低い資産は、 ピンク色の国内債券となりますが、リターンも低いことがわかります。さらには、同じ資産の中でも、国内より先進国の方がブレ幅が大きい傾向があります。海外になりますと、為替の影響を受けることにも注意が必要です。現在、投資家の皆様によく選ばれている資産は、緑色の先進国株式です。 先進国とはアメリカを中心としており、例えば、アップルやマイクロソフト、P&G など、日本人にも知名度の高い企業が数多くあり、人気があります。とはいえ、リスクの考え方は人それぞれです。ハラハラドキドキしたくないという方は、債券やバランス型が適していると思われますし、ブレ幅が大きくても高いリターンを期待して、投資がしたいという方は、 株式に積極的にチャレンジしてみてはいかがでしょうか皆様のリスク・リターンのイメージに一番近いのはどの資産でしょうかファンドを選ぶポイント3つ目はコストです。ご選択されるファンドごとに必要なコストは異なります。ご負担いただくコストはタイミングによって3種類に分けられます。まず、左の図の購入時手数量です。 こちらはお客様がファンドを買うときにかかる費用です。次に真ん中の図の運用管理費用です。ファンドの運用や管理を行うためにかかる費用です。こちらは保有している間間接的に差し引かれる費用です。そして右の図の信託財産留保額です。こちらはファンドを解約するときにかかる費用です。こうして見てみると、 多くの費用がかかるんだなぁとお感じになったかもしれません。基本的にはご説明した3つのコストがかかりますが、極力お客様にご負担いただく費用を低く抑えようとするファンドも多くなってきています。例えば購入時手数料や信託財産留保額をゼロとしていたり、運用管理費用は運用上すべてのファンドで必要になりますが、 そちらもできるだけ低く抑えるようなファンドも増えています。コストをできるだけ低く抑えているファンドの代表はインデックスファンドです。インデックスファンドは日経平均株価や入浴ダウといった指数に連動することを目指して運用するコストが低い傾向にあります。今はインデックスファンドで積み立てされる方が大変多くなっています。 一方でコストはインデックスファンドよりも高い傾向にありますが高い投資成果を狙うアクティブファンドもありますアクティブファンドは株価指数等の運用目標値といわれるベンチマークを上回る投資成果を達成するために運用担当者が調査分析を行い銘柄を選別した運用を行うファンドを指しますせっかく投資をするのであれば 費用は高くても、プロの目利きを活用した銘柄に投資をしたいというニーズがありましたら、こちらのアクティブファンドが候補となります。ここまでご紹介してきました3つのポイント。投資対象、資産ごとのリスクリターン、そしてコストについてご理解いただけましたでしょうか具体的な商品をお選びいただく際の参考にしていただければと思います。 それでは実際に積み立て投資を行っていた場合のシミュレーションをご覧いただきたいと思います。こちらのグラフは毎月3万円を2013年3月の末から10年間積み立てた場合の各資産のシミュレーションです。投資金額のトータルは360万円となりますが、結果的にどの資産を選んでいても10年間積み立て投資を続けた結果、 投資元本を上回る投資成果となりました。少し詳しく見てみましょう。折れ線は各資産ごとに色分けしていまして、緑色の先進国株式や黄色の国内株式、青色の新興国株式は比較的値動きが大きいことがわかるかと思います。ご覧いただいているこの期間の中で、特に2020年初めのコロナショックでは 一時的に株価が大きく下落しましたただこうした下落時にも積立投資を続けることで下落局面でたくさんの口数を購入できましたその結果その後株価の上昇を受けて高い投資成果を得ることができていますまた8つの資産に分散投資を行った赤色の線をご覧ください 資産の分散効果により他の資産と比較すると値動きを抑えながらもしっかりと成果を上げることができました。長期的には資産の上昇が期待できそうと思っていても短期的にはいつが購入時期としてベストなタイミングかは誰にもわかりません。もう少し待っていいタイミングで投資を始めようと思っていたら値上がりしてしまってタイミングを逃したという話や 思い切って投資を始めてみたら、その後すぐに値下がりしてしまって、がっかりしたというような話もよく聞きます。積み立て投資を活用することで、こうしたストレスからも解放されることも可能ではないかと思います。最後に今までご紹介してきた株式や投資信託が、本当に資産を成長させてくれるのか見ていきましょう。 こちらのグラフは1998年末以降の世界の経済規模や株式の動きを表しています。まずご注目いただきたいのが灰色に塗りつぶされた部分。こちらは世界の名目 GDP、いわゆる世界経済規模の推移、世界中で稼いだ金額の合計となります。2008年のリーマンショックの時や最近ですと、 新型コロナの感染拡大による景気の落ち込みによって、へこんでしまっているところもあります。ただ、長期的に見ていただくと、様々な試練を経ながらも、概ね右肩上がりに成長していることがご確認いただけます。続いて黒色の世界株式をご覧ください。これは、世界の主要な株価を総合的に示したものになります。 これも先ほどの世界の GDP 同様にいろんな経済危機を経ながらも世界経済の成長とともに上昇しました。つまり世界の株価は長期的にはこの経済成長が裏付けになって成長してきたと言えそうです。経済の力を賢く使い株式や投資信託でお金を成長させることが将来の選択肢を増やす近道になりそうです。 本日のまとめになります。まず前半ではライフイベントにかかるお金について解説し、変わりゆく環境の中で効率よく将来に備えるために NISA 制度の活用についてお伝えしてまいりました。そして後半では投資信託の活用、最後に具体的な商品を選ぶ際の3つのポイントをご紹介させていただきました。 新しく NISA 制度が拡充されるということは、それだけ国から人生100年時代に向けて自助努力をしてほしいという強いメッセージだと言えます。資産運用で大切なことは、時間をかけて取り組むことです。今年から NISA 制度などを活用して、値動きに慣れていくことがこれからの長い人生で、楽しい選択肢を増やしていける近道になるのではないでしょうか。 今回のセミナーが皆様にとって初めの一歩を踏み出すきっかけになっておりましたら幸いです。この後、三菱 UFJ 銀行から皆様の資産形成スタートにご活用いただきたい応援プランのご案内もありますので、ぜひ最後までご覧ください。本日はご視聴いただき誠にありがとうございました。